はい、ありがとうございます。はい、すいません。来ました、これが本日発売のとんねり定食です。すげえガーリックに、整いました。皆さんこんにちは、そしてこんばんは、もみすけ調理師のお食です。いつも見ていただいてありがとうございます。まずは乾杯ですね。視聴者様に乾杯、視聴者様にサーチャレ。さあ、いつもの通り貧乏飲みを始めるんですけど、今日の目的はですね、2024年6月11日からトンテキが発売ということで、新しいね、昔からまあ定期的に発売してたんですけども、今回は 200g の極厚ということと、ガーリックがね、今までスライスガーリックだったんですが、粗みじん切りになったということで食べに来ました。うん、まあ、今回はちょっと詳しく説明しておきたい部分がありますので、ナレーションを入れさせていただきます。ちょっとね、思い切った値段改定がされてるんですよ。批判ということではなくて、まあ事実としてね、ちゃんとお伝えしている、方が視聴者様もね、商品を選ぶまあ基準になるかなと思います。この商品は2023年5月にも発売されてるんですけども、まず今年変わった点なんですけどね、豚肉が極厚の 200g になったと。ただしまあ昨年のグラム数はちょっと未公表なのでちょっとわからないんですけども、あと肉質が向上した。で、ソースがブラッシュアップされた。あとちょっとね、私もコメントで言ってますけども、ガーリックのね、カットの方法が変わって食感が変わった。このあたりが、まあ、アピールポイントかなと思います。ただし、価格がね、ぐっと上がってるんですよね。2023年トンテキ定食1枚は690円税込みでしたが、今回2024年トンテキ定食は1090円税込みとなっています。まあ、トンテキのね、形が違うんで、素直にはまあ比べられないんですけども、2023年は1枚、2枚、3枚、4枚という定食の売り方してまして、1枚が690円、2枚が790円、3枚が890円、4枚が990円なんですけども、トンテキ4枚定食の990円よりも、なおかつ今回のトンテキ定食の方が高いということで、これをどう評価するかはそれぞれ視聴者様のお考えということで、とりあえずこの、まあ、内容はお伝えしておきます。ついでと言ってはなんなんですが、2023年のトンテキ定食の映像が残ってましたので、参考に見ていただきますね。この時は私、トンテキ2枚定食をいただいております。うわー、美味しそう。来ました、これが松屋さんのトンテキ定食2枚盛りでございますね。
790円でございます。はい、参考動画はここまでです。それでは本編に戻りましょう。はい、ありがとうございます。はい、すみません。来ました、これが本日発売のとんてき定食です。すげえガーリックに、ではまずとんてきのみをいただいてみましょう。実はとんてき端っこ好きなんですよね。うまそう、柔らかい。何このソース、うまっ、うん、ちょっと酸味があって濃厚でかいなあ。あ、これいいね、柔らかいからちょっとうまいこと切れ目で切れることもある。ちょんと、めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃご飯だ。ありがとうございます。しちゃいました。病み上がりの高齢者一歩手前やのに、ちょんちょんと、うわ、ごちそうさまでした。2020年6月11日から松屋さんより発売されました極厚 200g とんてき定食。もうね、ソースがめちゃくちゃおすすめ、肉もね柔らかくて美味しいですね。もうあの高齢者に片足突っ込んでる病み上がりの私が小鉢を3品食べて瓶ビールを飲んで生ジョッキ缶を飲んだのにご飯をおかわりしてしまいました。おすすめです。お腹パンパン。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。